ン様もまだ見回ってらっしゃったのですか。熱心ですね。私は初日ですから、ちゃんと見回りしてないと後々困りますもの。綺麗ですね。様なら綺麗と思うと思ったのですが、さあなぜでしょう。この島はどっちつかずな感じがします。曖昧で中間で、いえ何でもありません。さてもう日も暮れますから帰りますか。私は失礼して、
いつになく怖い顔してるね。なんかあったの？話したくないならいいよ。こんな場所でこんなことしてる身だもん。お互いいろいろあるもんね。なんか新しい人がまた来たみたいだよ。さんとかいう女の人、そういえば草原ってさ、この島に渡るときどんな船で来たの？私遅刻したからこの島の船乗ってないのよ。なんかこの島の船って面白い形してるよね。俵みたいな。うん、草原ってあれできたの？大体の人があの船で来るんだけど、なぜか今日来た人だけ普通の船だったから、遅刻したのかなとか思って。普通の船で来たのってば、遅刻した私ぐらいだからね。違うよ、単なる運搬船。この辺の島にいろいろ荷物とか運んでる人たちの船だよ。この島にも荷物運ぶとかでついでに乗せてもらったんだよ。知らない。でも違うんじゃないのかな。運搬船はあと1ヶ月は来ないとか言ってたよ、船の船長が。この島の船って面白いね。私あんな船見たことないよ。なんであんなの使ってるんだろう。まあいいや。じゃあね。Thank you.
はこんなところで何を？え？少し見回りを。そうね。じゃまた新しい侍が来たようですね。一体どのくらいの用心棒を雇う気なのでしょうか、この島の当主は。お金があるのですね。
葦でできた変わった船ですけど。それがどうかしました？日本では珍しいですが、外国にはあのような船があると聞きます。はい、南の方の国ですかね。私も詳しくは知りませんが。はい、女性でしたね。何かと言いますと？草原様、お疲れのようですね。表情が優れないようですよ。それでは、私はこれで失礼いたします。少しいいかい？なーにバカみたいなこと言ってるのよ。少しいい？来てたでしょ。ダメよ。王女さんを襲っちゃ。よかった。少し元気になったみたいね。あんたよ。さっきからあんたなんかずっと怖い顔してたからさ、なんか思い詰めてるのかなってね。あんまり一人で考えてるのも良くないよ。うるさいわね。私だっていろいろ考えてるんだから。私も寝るよ。
休みなさい。バカ草原。